暑い夏になって着心地がいい T シャツ、半袖の T シャツですね。半袖の T シャツといってもコットンのカットソーの T シャツを皆さん多分一番最初にこう思い浮かべるのかなと思いますが、コットンの半袖の T シャツも可愛いんですけどね、素材感があって。でもなんかちょっと暑いなーなんていう日には、不白の半袖の T シャツがとても重宝します。まずですね、ぺったりくっつきません。そしてこちらリネンなのでサラサラします。そしてですね、横ですね、サイドのところのこのシルエットがとっても可愛いです。襟元はちょっとだけボートネックに開いています。これでですね、インナーに着ているタンクトップが見えるんですね。チラチラと見えます。で、本当でしたらね、スカートと共布、同素材の共布のこちらを入れても可愛いんですよ。こちらと見えて。ですが今日はあえてノースリーブの違うアイテムを入れてみました。大きいポケットがあります。このポケットとてもチャームポイントになります。そして身幅も広くてサイドも可愛いのでゆったりして着心地がいいです。後ろ側ですね、ヨーク切り替えになっていてシルエットも可愛いと思います。こんな感じでですね、タポッと着てもらうのも可愛いかなと思います。でですね、暑い夏スカート重宝します。で、可愛いスカートは早めになくなってしまいます。ですのでぜひ可愛いスカートがあるときにゲットしてみてください。で、今止めようと思ったでしょう。止められないでですね、その T シャツです。もう一色こちらになります。で、こちらはどんな風にスタイリングするかこの後またご紹介しますね。もう一色の不白の T シャツを着替えてきました。皆さんパンツですよね、ボーダーのパンツって天竺素材、こうちょっとねコットンの伸びる素材とかがなんかこうパッと思い浮かぶと思うんですけれども、こうリネンのボーダーのパンツとても可愛いのでこちらおすすめなんですけれども、その子に合わせてみました。あとタンクトップをすごく私が何回も言うんですが、タンクトップって言うんですけれども、見え方がとても重要になってきます。でですね、今日私2枚下にインナー着てるんですけれども、ノースリーブですね、着てるんですけれども、こうやって襟からちょこっと見える感じですね。ここが1枚なのか2色なのかとかっていう感じにやっぱ可愛さが増していくので、そこちょっと気をつけてスタイリングしたらいいんじゃないのかなと思います。まあ、いずれにせよこの T シャツです。とてもおすすめなので、涼しくていいですよ。身幅もありますしね。もしよかったら、着てみてください。